どうもこだめです。はい、今日はですね、チェスト114、まあ僕自身がね、チェスト114っていう、まあルアーブランドをやってましてですね、まあそのルアーをね、使ってこのコータローズドラマティックライフは、まあ撮影とかしてるんですけども、まあルアーだけじゃなくてね、まあ、もちろんタックルとか、まあロッドであったりグリップであったり、まあハンドルも出してるんですけども、やはりチェスト114のね、原点はルアーということです。まあ、そちらのですね、まあ、歴史というかを紐解いていこうと思います。まあ、今ね出しているものしか見て、まあ、お見せしてないんで、まあ、過去にどういう、ものを作ってきて、でどうして今の形になっているかっていう部分も含めてですね、今日はですねご紹介していけたらなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。まあその、まあ、歴史っていうので言うと、本当にね古くは、まあ、中学生時代に遡るんですけれども、まあ、中学生時代にですね、トップウォーターの釣りというのを知りまして、で当時なかなかねお金がない中学生っていうね、こともあってですね、まあ、ルアー買えない、なかなか手に入らないっていうのもあって、じゃあまあ自分で作ってしまえっていうね発想から、まあ、今に至るわけです。そこがまあ本当の原点で、まあ、ものづくりっていうのをし始めた原点でもあって、まあ、それで今に至るんですけども、まあ、そこから時を経てですね、まあ、ちょっと本格的にというか作り始めたのが、まあ、大学生時代かなになるんですけど、まあ、そのぐらいの作品から、まあ、お見せしていきたいなと思います。じゃあ早速行ってみましょうかね。こう一番今回ね掘り下げてて一番古かって年号が入ってたのがこれなんですよ。もうこのリフついてないですけども、2001年、まだ光太郎っていうサインじゃないですよね。これ今釣り上げ守りで使ってるサインで、昔のね日本の武将とか使ってたこう花押っていうのがあるんですけど、昔のサインですよね。まあそれをまあ僕自身が本当にね変なことだったんで、小さい頃作ってた花押をそのまま使ってるのがこれになります。これが2001年なんで、今から21年前の作品になりますね。この時はエアブラシとかもなかったんで、カシューの、漆ですね。カシュー漆を使って塗装してました。で、その頃に、作ってたのが、これももうこれ。これ多分ね、初めて、旋盤を買って、このちっちゃいさ、こう、卓上旋盤のめっちゃちっちゃいやつ。確かこう、プロキソンかどっかの旋盤を買って、初めてこう、作ってこう、回る、気が回って刃物当てたら削れるんだっていうのに感動して作った、通称タケノコポッパーっていうね、タケノコみたいなこう剥いた竹物子みたいな形になってるか、まあそうやって呼んでるんですけど、そういうねのを、まあこれもこれはスプレーとカシューかなとかいろいろ混ぜて作ってて、こういうポッパーを作ってました。これがもうそれも一緒ぐらいかな、2001年とかそれぐらいになると思うんですけど、まあ、その頃まあいろいろとこういろんな形作ってて、もうほんとここにね出てないルアーもう本当に山盛りあるんですけど、とりあえずまあここは選抜されてきたやつが出てるんですけど、であとはまあその当時ね、これまあ大学生の時もこうフラットサイドのダーター作ったりね、ペラペラの、これが2002年って書いてあるね、2002年のやつですね。なここは塗装技術がいかになかったかってのは分かりますよね、この当時で。次に出てくるのがや、これも多分この頃か、明石さんとこで、明石ブランドさんとこでねアルバイトをさせてもらってた時期があって、大学の時にねさせてもらってて、その時に明石さんになんかちょっと明石ブランドっぽいルアーちょっとお前削ってみろやって言われて作ったんがこれ、ちょっともう通称マナティって言われるね、マナティみたいな顔してるやろか。これも結構動くんですよ、いい動きするんですけど、ちょっと当時のね明石ブランドっぽさを入れてみたルアーになります。こういう歴史もありますね。そして、まあ時が過ぎてですね、まだ過ぎてないんかなこれ、あ過ぎてるな、もう過ぎて、まあ自分でルアーをブランドをやっていきたいなっていう思いがもう多分そういう思いのもと明石ブランドさんに入ってて、まあ明石さんにもね、まあ僕は将来的にルアーブランドを作ってやっていきたいんですみたいな、なんでこうね明石さんとかは量産されてたんで、まあ、僕らこうやって
1個のものを作れても数を作るっていうことをね、どうやってやるのかっていうのもねあまり分かってなかったんで、まあそういうのも含めて、まあ、学ばせてもらえたらなと思って、まあそれこそ最初の頃は、もう学ばせていただくんで、まあ、アルバイトじゃなくて普通にお手伝いさせてくださいという形で、まあたあのまあ、デッチ奉公じゃないですけどそういう感じで学ばせてもらってたっていう歴史があってですね、まあそれを経て、まあ大学出るまでにルアーブランドとして僕自身は立ち上げたいっていう思いもあってですね、必死にその当時はいろんなルアーのものづくりしてました。大学生って結構やっぱり時間っていうのもあるので、まあ大学生の時に本当部屋でルアーしか作ってなかったんちゃうかなっていうぐらいね、僕の大学の時の友達は知ってると思うんですけども、ルアー作りすぎて部屋がシンナー臭すぎて授業中にいきなり鼻血が出るっていうねことも多々ありましたけど、もう本当にそれぐらいなんか必死に作ってた時期ですね。でもこれも、ね、その時かどうか分からんですけど、よほどこれ多分時間あったんでしょうね。こうウッドでなんていうんですか、ポップ X みたいなこうエアーを出すような構造を作ったらどうなんのやって言って、このそういうのを作ってね、このこっから泡出るようなやつ作ってみたいですね。あとはまあそういうのもいろいろ作ってましたね。これも本当に2004年の頃なんで、ブランド立ち上げる直前とか、まあ、その同時期に作ってたような、まあ、これもポッパーになるんですけども、例えばここのポッパーの下の口下からこう水が水流を流れさすことによってどういうアクションになるんだとかね、いろいろ試行錯誤してたなっていう思いがあります。はい、まあ、ここら辺は本当にね、まあ日の目を見なかったシリーズというか、まあそれも結構あるんですけどね、ここら辺も本当その当時です、2004年ぐらいのやつかな。でこうノイジータイプのカップで、まあこういう、ノイジー、まあジッターバグタイプっていうのかな、簡単に言うとカップ型のノイジーですねのやつをこうやって作ってみたり、まあこれもね部屋で大学生の時にこのアルミの板買ってきてザーって削って形作って、でこう高太郎の K っていうマークをですね、刻印で入れて K をこう背中合わせにしたような刻印作ってマークしてたりですねしますね。いやこれ多すぎるな、結構多い。いやいろいろもう言い出すとこも作ってないやつで言うとそうですよね。これとかももうこの時はもうチェスト11ちゃんっていう名前がね決まってた時の2006年のやつになるんですけど、これカップ型のエッジで11ちゃんっていうね、刻印を売ってます。まあこんな感じですね。まあこうカップ型のノイジー作ったり、まあ今うちで出してないラインナップで言うとこのライブリーリップ付きのこのやつを出してたりですね、まあその当時なんかトップ動作やったかな、まあルアーのカタログみたいなのを作ってる時期があって、そこにはこれ実際プロトとして出したようなもんなんですけども、ライブリー形状フラットサイズのライブリー作ったりですね、まあこれまあ普通のタイプのライブリーのちょっと丸いタイプのやつも作ってみたり、いろいろこう、まあ、試行錯誤してたなーっていうこう思い出がね、蘇ってくるんですけども、まあそんな中でね、まあ実際ルアーとして形になっていったものをまあ次は紹介していきたいなと思うんですけども、まあ本当最初期のルアーの中にこうティプシー城っていうルアーがあって、これは本当にそのプロトで年号も入ってないんで、多分2004年3年4年とそれぐらいだと思うんですけども、でまあこういうので、まあ、チンガードもつけてね、作ってるんですけども、このチンガードの形とかもいろいろ考えて作ってっていうので、これの次にやっとティプシーでリリースできたやつがこれになるんですけど、これはそうですね2004年ぐらいのリリースしたやつかなになって、だからその最初期のやつなんで、チンガードがこう真鍮で僕が手で削って一個一個で一つ一つにその刻印をトンカチでこう1、1、4ってカンカンカンで1と1をしてから4のやつ持って4でポンって打つようなね刻印が打ってあります。これもう本当にね思い出すんですけど、それこそね嫁の実家行って、もう本当にね週末こう実家の方帰ってきて、でまあ嫁の実家行って
このチンガードをですねひたすらずっと削っとったっていう思いがね今でも思い出がありますけども、本当にやっぱりこの時はルアー作るってことに必死で、当然ねお金もなく金型を作るお金もないってことで、そう金属パーツ一つにしても手作りでやってっていうのでやってましたね、この時期は。でまあこのティプシー城はまあ実際ねこう作ってて、ねそれこそ手作り金属パーツシリーズで言うとですね、このペラネダブル水車に使うこれも、これはもう真鍮かな、真鍮のペラをね作って、これはまあ今の形じゃないですけども、まあ、今の形と並行してこういう、まあ、昔ながらのオーソドックスな形のペラとかも作ってたんですけども、こういうのも、まあ、真鍮の 1mm の板をね買ってきて、形を変えてですね、これも本当にイチチョンっていう刻印がね、手で打った刻印が入ってますけども、まあこういうのもいろいろ作って、やってました。でまあここはねステンレスにしてみようと思って、ステンレスのやつで、まあ外枠だけカットしてもらって、で中のセンターの穴は自分で開けてこうテストしたりですね、これはまあだから今のペラの形に近い形になるんですけども、まあこういうのもね、ずっとこう作ってました自分で。で他にもこれね、これもジェリーミノの、なんていうのな、最初期のプロトンかな、ハンドカービングでこれの時も作ってて、こうブレードもこの真鍮の手作りでね、もうこの時からこのブレードの形自体は決まってて、これかっこいいなと思って、この形でなんとか進めたいなっていうのもあって、アクションもすごく良かったので。ただまあ形状がねちょっと違いますよね、口がこう削られてて溝が掘ってあってっていう感じになりますね、これは。でまあそこから、まあ、これが一番最初のジェリーミノで、でそこからこんなに溝いらんし、こうもうちょっとシンプルな形にできやんかっていうことで、まあ、この形になって、で口の形状もね、ちょっともう彫りも浅くなってっていう形で、でもこの形はちょっとあれやなと思って、もっとやっぱりシンプルにしたいっていうので、この形ね、この口がもうこの時ついてますね。でこれが、これ2007年ぐらいか、2007年って入ってるんで、2007年、フックが2つのバージョンですね。こういうのをテストして、でそのあとこれに行き着くというね、この今の形のほんとちょっと手前かな、ちょっとスリムです、今のやつよりも至って。でまあその後このね、フック取り付け、あのブレード取り付け位置ちょっと変えてみたらどうなるかっていうテストをしたりですね、こうやって、まあそういうのを経てですね、今のねジェリーミノーになってるわけですけど、このねこれが完成形なんで、まあ、そういうね一つのこうルアーを作るにのにしてもですね、やっぱりこういうね、僕基本そういうのを表にあまり出さないタイプなんですけども、試作こんなしてるんだよとかもあんまり、まあその出さないですし、まあ、プロトとかもそこまでもう本当、まあ、煮詰まってきたプロトは、まあ、皆さんにお見せしたりもするんですけど、基本こう露出はしていかないタイプなんで、まあこうポンって生まれてるんかなって思われがちなんですけども、そうじゃなくてやっぱりこうやっていろいろ試行錯誤をねして一つのルアーを作り上げてるっていうのも、こういうのも、見ても分かっていただけるかなと思うんですけどもですね、あとはやっぱりこうすり抜け性能欲しいなって思ってた時期もあってですね、こういうお腹に溝をね掘ってこのフックが収納できるようにしたり、でヒートを曲げて時それ用のリグを作ってみたりですねしてた時期もあってですね、まあ、そこからもうちょっと違う構造できへんかっていうことで、まあ、これ2008年か、2008年って書いてあるんでもう14年前になるんですけども、この周りのリグを作ってですね、ボディ削らんようにっていう構造のやつも作ったりですね、まあ、このすり抜け性能高いやつっていうのは当然フッキングもあんまりよく、そのやつに比べたら悪くはなるんで、こうそこが悩みどころだったんですけどもね、でもこういろいろ使っていくうちに、それこそジェリーミノーとか作った時にこうやっぱりジェリーミノーすり抜け性能がいいんですよね結構。でしかもフッキングもこういうタイプに比べたら良かったんで、じゃあもうジェリーミノーでいいんちゃうっていうので、
まあ、それをすり抜け性の高いルアーはうちのジェリーミノルって感じで使うようになりましたね。でまあターンとかも結構ターン性能もいいんで、でまあさらにターン性能上げたのがこうジェリーミノルジュニアなんですけど、まあ、これジュニアのプロトンになるんですけど、ジュニアできる前にいろいろテストしてやったりしてました。であとはまあうちらしくないじゃないけど、まあちょっといろいろテストしてみたいなと思って、まあ例えばこう昔オールドのルアーとかでね、こうロータリーヘッドみたいなのがあったりして、こういう頭が回転するやつ、まあちょっと作ってみようかなと思っていろいろ作ってみた時期もありますし、またはフロントのペラをでっかくしたバージョンみたいなねやつを作ってた時期もあります。いろいろ本当ね作ってたな、こう振り返ると。でも今回こうやってね、こうやってピックアップする前にこうそのいろいろ入れてある段ボールあるんですけど、そこ漁ったらもうすごい多すぎて、もう何を紹介していいんかなってわからんぐらいねあったんですけども、本当にいっぱい作ってきたなっていう、まあこう三連ジョイントも作ったりしてありますし、ねフラットサイドのペンシルみたいなのも作ってみたりとかのがありますね、こう歴史的には。で最近ねリリースになったこうジムダンディオリジナルも実はこうそれこそブランド作ってすぐぐらいに作ってて2004年ぐらいか。でまあこれを作って使ってまあ良かったんですけど、まあでもちょっとまあ寝かしてっていう時期があって、いやもうちょっとこうオーソドックスなスリーフッカーのやつにしようって思って、まあこういうねこれ今ジムダンディの本当今のジムダンディしてはおかしいな、普通のまあジムダンディのノーマルのやつの、プロトになるんですけども、これもまあ年号入ってなくてかなり古いやつにはなるんですけども、まあ、これを作って、でこの時いろいろテストしてて、でまあ次にこういうねこれもかなりいっぱい釣ったんですけども、まあ本当これで今の形に近づいてる状態ですね。今の形に、ジムダンディの形に近いスリーフッカーができていきまして、でまあこれでもやっぱちょっともう一つ足らないなっていう部分で、水かみを高めるために、水を噛むようにねするためにして、ここの下顎に R ついたこのモデル、まあ、このプロトが生まれて、そして、今現在のですねこの形状になって、はい、ジムダンディの形状っていう形になってます、今の。うん、こういうのもあったりですね。でまあそのジムダンディを作り上げて、まあまあ一段落じゃないですけど、ダータに関しては、まあ、これでいいかなって思ってたんですけど、まあその途中でですねもう一度こうこれも多分これ10年前ぐらいかのやつになるんですけども、このジムダンディオリジナルをもう一回こう、焼き直しじゃないですか、やってみようってことで。でこれはもうほんと下顎がねっていうか、ここの口の中がこうちょっとえぐれてたりしてですね、こういうタイプも作って、でまたこうしばらくこうジムダンディオリジナルに対してちょっと落ち着いてて、で、まあ最終的にここら辺から、まあ、これの、まあ、プロとはちょっと見つからなかったですけど、この今のジムダンディオリジナルの形になって、行ったっていう経緯があります。ジムダンディオリジナルに関してはね、そうなんですよ。こう見ていくと本当になんかこう自分で見てても結構歴史があるなと思い返して思うんですけど、で、まあ、うちの、チェスト114として初めてねリリースしたペンシルっていうのが、そのブランド名の一緒のこの名前の114っていうねこのペンシルがあるんですけども、これも本当は、まあこれがもう直前のプロトになるんですけども、この時はまだこう2ピースリグ使ったりしてて、でしこの仕上げも柏漆で仕上げてましたけども、こう実はですね114っていう名前で売る前に、それこそ地元のフィッシングユーザーの鈴鹿店さんで、最初に出したルアーがですね、実は114っていう名前じゃなかったです。ジルチっていうね、ゼロっていう意味を表す、ルアー名で出したものがごく少数あります。はい、でそれの後、再リリースしたのが114っていう形で再リリースされました。本当にフィッシングユーでちょっと本当
何個打ったかも覚えてないですけども、本当ちょこっとしか出してなかったっていうのがありますね。そう、それも本当にね、2004年18年前かになるんで、本当あっという間でしたけどね、今日に至るまでは。これも本当最初期に作ってたアイビージャックのプロトですね。この時はまあ市販のこうペラ使ってフロントのシングルスイッシャーで、まあ今のアイビーよりだいぶ細身ですね。でまあ細身のやつがあって、でこれもこれは、その後のプロトかな、2007年に作ってやったやつは今の形に結構近い、でもまだ超スリムかなっていうのがあったりですね。まあ、この時期はですね、それこそ自分のエアブラシの技術をすごく自分自身追い込んでた時期でもあって、こういうねフリーハンドでこういうスポットを増えてみたりですねしてました。やっぱり理想という部分があって、まあどこまで自分で近づけるかっていう部分もあってですね、どんだけ自分の技術力を高めれるかっていう部分で本当に必死にエアブラシのブラシワークをですね、まあ独学ではありますけども、どうやってやってたらいいかっていうのをねやってた時期にもなりますね、ここは。まあそんな感じで、まあね、過去のルアーっていうのはですね、こんな感じになるかな、いろいろこう見てきましたけどもですね、もう本当どれから喋っていいかわからんぐらいねこうあるんですけども、今全部もね喋りきってはないですけども、あとこれは言った方がいいか、トゥワークね、今トゥワークあるんですけど、トゥワークになるまでのうちのこうね、クローラーベイトの変遷というかですね、これが本当にね、一番最初、これ羽ね、この時期この時代の時お金もなかったんで羽を使い回すってことで羽もうない状態になってますけど、これめちゃくちゃ釣りましたね、この時で。この時にちょっとなんか違うなと、この形はってなって、その後すぐに作ったのがこれかな、もう本当にもう腐ってる感あるぐらい汚いですけども、これは留め具だけはそのまま残されてますね。あってこの時はだからさっきの口の形からポッパーみたいな形になってます、これで。でそこからもう一度ちょっと太めにして、まあそのポッパー形状のままで作ってるんですけども、これ2006年ぐらいでもう一回プロトンにしてるやつですね。ただまあこの時に思ったのは、まあなんていうんですかね、こうクローラーベイトのとしてのこうまあある程度出来上がっていたんですけども、個性の部分であったりとか、まあなかなかねこの形状が僕自身こうしっくりいまいち来なかったっていうのもあって、まあしっくりきてないがゆえにリリースは全然してこなかったんですけども、そこからもやっぱいろんな形でまあ作ったりしてて、でまあ最終的にね、皆さんご存知のこのツワークの形になったんですけどもですね、こういうこの形状に行き着いて、もうそれこそポッパーでテストしてた感がある口してますよね。でまあここの下顎の部分は本当それこそ最初期のこの下の顎の感じも使われてたりしてですね、こういうこう一つのねルアーが出来上がるまでもいろいろこう納得いくまで詰めていくっていうのはあるんですけども、本当にね思うのが、ある程度まあ混んでいいかでやっぱ性格的に出せないっていうのがあって、まあこれで出しても別に釣れるしいいんだけど、でもなんかこう気持ち悪いというか自分の中でめっちゃええやんって自分自身が思えないとなかなかね、リリースっていうのはできない性分なんで、だからこそこう少し時間かかったりしてしまうんですけれども、でもやっぱりそのスッと自分の中でねこうルアーの形が落ちた瞬間がやっぱりリリースするタイミングだなと思ってて、まあそれをそういうね、やつを踏まえて出てきたのが今ね、こちらの3列ぐらいはそうなんですけど、今現状でリリースされているルアーたちはそういう経緯でね、作られてますと。まあこれいいやって自分自身がね本当に思うようなものをですね、出してきています今まで。でこれからもね変わらずですね出していきたいなとも思ってますし、まだね、全然お見せできないプロットとかもねいろいろあったりもするんで、まあ、撮影の中でもね、なかなかまあそういうシーンはね使わなかったりとか、見せてなかったりとかもしますからね、まあ今後もね、チェスト11にねぜひですね
注目していただけたらなと思います。いかがだったでしょうかね。こう結構ね、そのいつもとは違う感じのね、ご紹介になったと思うんですけども、今回のね動画、結構歴史というかね、いろいろやってたんだねみたいな、で今があるんだっていうのをね、ちょっとでもね見ていただけたかなと思います。なかなかね歴史も見れてよかったよって思っていただいたらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。